皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケスケです。本日はこの3人で、なんと人が亡くなる前の奇妙な行動という、おお、はい、興味深いですね。まあまあ予兆みたいな、この行動をする人は亡くなる前にこの行動をするのが多いよっていう、はい、なんかそういう一貫性があるね。そういうことかね。そうかな、うん、なのかなっていうのをちょっとね、そう紹介していこうかなと思いますんで、はい、9個あります。お、結構ありますね。まあ多分他にもあるんでしょうけど、うん、一応大きく9個はい、はい、もう早速いきますね。あ、うん、の前になんか知ってます？なんかこういう、あ、人が、あ、例えばまあ知人で亡くなった方、親兄弟など知人で死ぬ前にこういうことしとったかもしれんみたいな。あ、うちの祖父が亡くなる、はい、でも1ヶ月ぐらい前かな、うんうんうん、だからそれが当てはまるかどうか分かんないけど、はい、普段犬の散歩とかはしないんだけど、はい、もうその時はね、なぜか自転車に乗って犬を散歩させて、はい、うん、なんか普段そんなことせんのになって思ったことはあります。お、木村さん、それいいですよ。いいですか？はい、ベストアンサーです。あ、ベストアンサー。へー。うん、なんかそれは、あ、でもそれはまあ 2,3 日前だったらさ、うん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 、なんかわかるけどさ、うんうん、まあまあ、1ヶ月だもんで、まあそれが当てはまるのかどうかわかんないけど、まあでもその長い人生で犬を飼った人生で散歩はしないんですよね。うん、うん、そう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 、うん、それいいですよ。いいっすか、はい、後で出てきますんで。おお、そういうのもあるんだ、はい、僕はね、結構友達、亡くなった友達とかいるんですけど、うん、まあ昔よく遊んでたけど会わなくなってたなっていう感じの連れが久々に連絡してきた。お、来て、うん、なんか久々に飲もうぜみたいな、はいはいはい、で語ろうよみたいな感じを出した直後に亡くなるみたいな、うん、それは事故？事故もあるし、うん、普通に自殺で亡くなっちゃったりとかもあるんですけど。その何件もあるの、そういうのは？そうですね、2件あります。マジで、はい、俺もそれ1件あるや。マジで、はい、なんかそのなんか、ま、自殺もあるんであれですけど、最後って分かってるから、うん、久しぶりに会いたいみたいな感じなのか。 あったのそれで。いや、それで結局、あ、じゃあまた予定決めようぜって言ってその次の日って感じなんで。うわ、え、次の日、はい、あ、じゃあみと次の日は事故の人で、うん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 、自殺の子は3日後ぐらい。でもさ、事故ってさ、予測できんじゃん。まあ、自殺はさ、まだちょっとあれだけどさ、俺も事故じゃんね、その1件あったっていうの。それすごいなと思って、ね、しかもめっちゃ久しぶり。そうなんだ。僕も結構久しぶり、まあ、会ってはいるけど2人で遊んだりはせんみたいな子で、その時は、うんうん、でなんか久々に遊ぼうよ2人でみたいな誘いがあった日だったんで、うん、俺その日の夜中だったよ。あ、マジですか。断ったその日の夜中。あ、そう、ちょっとびっくりだった。まあこれもベストアンサーですよ、ゆえに。ベストアンサー、はい、そうなんだ。ケスケの答えもゆえにベストアンサーです。もうまた出てきますんで。じゃあその時話す内容が1個減りましたね。ねえ。じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。最初ですね、1個目、部屋を掃除する。おお、はい、まあ身辺整理じゃないですけど、部屋をきれいにするっていう、うんうん、普段しない人がってことですか？そう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 、まあすごい細かく、もうめちゃめちゃ細かく清掃するらしいです。なんか、まあでもそれって自分の死期に気づいて最後にっていうことなのか、うん、意図的にじゃなくて無意識で、なんか体が勝手に、うん、無意識じゃない？そうだよね。そこって結構さ、その事故で亡くなるのか、さっき言ったみたいに自分でっていうので、またちょっとニュアンス変わってくる、変わってくる、ね、気はするけどね。あのね、服をきっちり折りたたみ、本は紐で結んだりとか、うんうん、まあもうほんと大掃除的なことまでやるっぽいですね。なんかそういうのだと、なんか自分でなんか分かってる感じはしますよね。うん、自分で分かってる感じする。うん、だからまあ最後にっていう、うんうん、事故だだ、自分じゃあれじゃない、自分が掃除してえなっ
って思ったら、はい、事故に遭うかもしれんっていう。ああ、そういうのもあるかもしれないですね。ね、これちょっとたまたまなんですけど、さっき言った俺のその友達、その日の、はい、に亡くなったっていう友達なんですけど、はい、1週間ぐらい前に部屋の掃除してたっす。あ、そう、うん、めっちゃ綺麗になってて。おうおう、うん、でも僕部屋結構掃除するんですよ、うん、まあ、ほぼ毎日ぐらい、うん、じゃあもう毎日死ぬね。そうですよ、予兆出てますねまあでも普段しないところまでっていう感じじゃなく、うん、まあ、ルーティン的にここ溜まりやすいからここもやるしみたいな、まあ、床も拭くしみたいな、うんうんうん、感じなんですけど、僕部屋2つあるんで、はい、そのもう一方の部屋まで手出し出したら、ああ危ないぞっていうことかな。普段は掃除なんてしないのに、うん、異常なまでに部屋をきれいに掃除してた場合は注意と。はあ、ちょっと当てはまりますね。月1回ぐらいしかその作業部屋みたいなところは、うん、そんな大げさな掃除はしないんですけど、うん、それをなんか頻繁にやりだしたら予兆みたいな。っていうことなのかな。トイレとかさ、まあ、でもルーティーンになってるんだったらちょっと当てはまらないような気はする ね、うん、確かに確かに。突然やり始める、ね、そうそう、うん、突然やり始めるみたいなのはちょっと危険信号なのかなって、うんうん、なんか別に今日やらんでも大丈夫って思ってながらも、うん、寝ようとした時に、うん、なんか気になって寝つけなくなったりするんですよ。うーん、例えば机の上にちょっとホコリが、うん、ちっちゃいホコリがちょんってついてたってなったら気になっても眠れなくなって、うん、なんか思い立って、まあ、どうせならっつって一気に掃除するみたいな。それはどっちですかね、予兆側なのかな。まあでもケイスケまだ生きてるからさ、うん、そうですね、うん、予兆ではなくて、まあ、それを続けてね、うん、ずっとで、まあ、いずれ死ぬじゃないですか、うんうん、まあ予兆なんじゃない、どこら辺までをね、どこら辺ですね、どこら辺までだよね、うん、1週間以内とか、うん、1ヶ月以内とか、うん、それ言ったらだって呼吸をすると危ないらしいですそれもできますね、何でもできるもんね、生まれると危ない、そう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 いつか死にますねでも確かに俺1日に1回死ぬほど滑ってる時あるんで、絶対ほぼ死んだと今みたいな、本当に死んだみたいな空気になるときあるんですよそれの予兆かもしれない。ちょっと見えんくなったよ死んだとって死体はありますよなんで消えるんですかそういう予兆かもしれない。まあまあまあ普段しない人がっていうことですね、うん、ね、そうだよね、多分ね、うん、はい、これが一つ目、はい、はい、続いて二個目、右手鏡、ほう、はい、うん、手鏡を覗くように、うん、手を何もないのに見ていたら結構注意が必要ですと、うん、それ左手はどうなの、うーん、右手だけ、右手鏡ってここには書いてありますけどね、利き手ってことなんですかね、どちらかというと利き手かな、うん、でも手鏡や右手鏡と呼ばれる行動に気がついたら注意が必要ですって書いてあるんで、まあ普通にどっちでも、左手でも右手鏡って言うのかもしれんね。ああ、そうですね、うん、ちょっと分かんないけど、ちょっとこれ調べていいですか。ああ、やってみますか、はい、なんだろう、でも僕このちょっと見てもらうと分かるんですけど、うん、この肌が、うん、皮膚がちょっとまだらになってるんですよ。あー、そうね、僕これ全身なんですけど、あー、でこれ俺いつも手のひら気にするんですよ、うん、だから俺結構この右手鏡やってます。やる生きてるのが不思議だねあんま手のひら見ないな。マジですか、うん、でも島田周辺さんとか、あ、はいはいはい、はい、自分の手相は見ないですかね、あんまり。あ、自分の手相ってね、どうなんだろうね、うん、でなんか変わるとか言うじゃないですか、手相変わるっていうね、うん、だからなんか自分のもいつも見てそうな気がする。あ、すいません、今ちょっと事故りました。見てそう、見てそう、おお、来てるっすね、ステルスで入れてきました。やべ、全然気づかんかった今、いやー、一人だけ自分であってなったね。うわ、なんか俺もこの放送中にステルス爆撃しよう木村さんステルスじゃないもんなB29 だもんな、いいと思う。ちなみにね、ちょっと右手鏡っていうのが何なのかっていうのが、うん、ちょっと書いてないな。ああ、そうなんだ、はい、まあそのなんか手を見るってことだね、手のひらを鏡のように、じっと手を見るってことだね、うん、
もう結構見てますね。結構見ちゃう、うん、はあ。そのまだらの感じを見た。ああ、そうか。ケスケ、はい、死にますさっきも今ちょうど事故起こしましたしね、僕ね、そうだね。何がなんか見えるのかね。なんか見えるんすかね。なんか手相って人生がわかるみたいなさ、とかあるからさ。まあだって生命線とかもあるし、ね、あるもんね。なんかこのさ、自分の人生を振り返ってんのかな、手相を見ることによって。そういう感じかな。自分が生きてきたこう、なんていうの、走馬灯じゃないけどさ、うん、そういうのこう見てんのかな、一緒に生きてきたよなみたいなさ、あ、なんか振り返りしてそう、してそう、この手と一緒に生きてきたんだよなとか言って。亡くなる人がみんなそうっていう感じがちょっと不思議ですよね、うん、なんか、まあ、無意識にでもこうバッて見てて、うん、そんな風なことは考えてないけど、うん、こんな風に生きてきたななんて思ってないけど、うん、そういう体はそういう意味で見てるみたいな、うん、ああ、そうそうそうだね、自分の意思は違うけど、うんうん、ちょっと違いますけど、はい、夢の中で手を凝視する行動を取ると危険っていう話もあるらしいですよ、夢占いとかでは。あ、そう、確かにそんな夢見ないですね。見ない、うん、うーん、なんで手なんだろうなっていうね、うん、なんか左手は入ってって右手は出てくてみたいなのもありますよね。あ、そうなんだ、うん、あ、そうやって手相的になんかそのパワーストーンのブレスレットみたいなの作るときに、なんか言われた気がします、うん、昔。だからどっちにつけるといいよみたいな。そう、だからこっち、そのとどめたい場合はどっち、うん、みたいな、入ってこなくさせる場合はこっちみたいな、うんうん、そういうのがあるんだ。特につけてないじゃん。俺はその時は、うん、確か左手につけてたっすね。おお、はい、だからその来る入る前に止めるみたいなだった気がします。考えてみれば前コラボしたヤスさん、はい、もう左側につけてましたね。あれ右側でしたっけ。どっちだったっけ。右側じゃなかったかな。右側でした。あ、すいません、記憶違いですいや、わかんない俺の記憶違いかもしれないけど、まあつけてましたね、うん、うん、いや、それもそのどっちの手でっていうのが意味あるのかもしれないですね。結構さ、なんか霊が見えるみたいな人って、うん、結構そのブレスレットみたいのつけてそうよね。つけてますよね、うん、確かに印象ある。そういう出しますか、え、僕たちも今一応はい、ステルス結局言っちゃったもんでステルスじゃないんだけどステルスのまんまで言った方が綺麗だったよねね、すいません、はいでも自分で笑っちゃいましたね。答えはコメント欄に、はい、うん、じゃあ続きまして、うん、普段なら絶対やらないことをするっていうのなんですけど、おうおう、まあ、さっき木村さんが言った普段犬の散歩をしない人がしたっていうのも、うん、多分そういうことなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと 例は猫嫌いのお父さんが亡くなる直前にペットの猫を膝に乗せていたとか、うん、旅行嫌いの友人が3泊4日の旅行に誘ってきた、うん、はい、あー、うん、なるほど。肺がんを患っていたお父さんが亡くなる前にタバコを1本だけくれと急に言ってきた、うん、それまでずっと禁煙を続けてきたのに、うん、その後昼寝をしたまま安らかに眠ったと。あー、はい、あー、なるほどね、まあ、こんな例が。まあ、あとね、医療現場とかでも、はい、何日も食事を取らなかった人が好きな食べ物を突然欲しがったとか、おー、うん、あと認知症だった人が急に明瞭になるとか。あ、うん、それもそうなんだ、あ、そうなんだ。あと起き上がるのがやっとの体なのに、うん、いきなり歩き出せるようになったと。おー、うん、一見なんかいい予兆みたいな、うん、みたいな感じ感じるけど、うん、それが、うん、その死の前の、全然人の話じゃないですけど、はい、グーさんいたじゃないですか、前犬。犬飼ってた犬、うんうんうん、すっごい体調悪くなって、うん、で入院して、はい、帰ってきた途端、うん、1ヶ月ぐらい元気でぽっくり亡くなりましたからね、うちは。おー、うん、
犬もそういうのがあるなんかあるのかなって今思っちゃいましたね、これ見て。確かにうちのおばあちゃんも亡くなる直前、うん、もうずっと寝たきり状態だったんですけど、はい、前日だけ起き上がれて、はい、で僕結構忙しくてあのちょろっとしか顔出せなくて、はい、あのちょっと意識ある間にこう喋ったりとかできたらしいんですけど、うんうんうん、僕はそれできなかったんですよ、うん、だけど亡くなる前日の時行った時はおばあちゃんも起き上がってあの普通に喋れるぐらい元気になってて、うんうん、あよくなりそうだねみたいな感じだったんですよ、うん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 、そしたら次の日亡くなっちゃってたんで、へその最後にこう元気になるみたいなのはあるのかもしれないです ね最後の力っていう感じかね、振り絞った体がもう脳じゃないけどもう無意識にもう最後を悟って体がフルパワーを出すみたいな、あだから病気とか、うんっていうことだったらなんか自分の体なんで、うん、あもう長くないなってのが分かると思うんですよね、うん、だからその最後ぐらいっていうのでこう振り絞ってる感じはあるのかなってちょっと思うんですね、うん、まあそうなんかちょっと分からんでもないね、うんうんうん、ただね事故とかだと ね、うん、未来が分かるってことになっちゃいますからね、なっちゃう、そうそうそうなんだよね、だから事故の場合はちょっと当てはまらない感じもするっすよね、するね、はい、続きまして、はい、黒い人影や塊を見る、あーなんか怖い話でもあるわ、うん、それはよくありますよね、病室にとか、なんかあったね、ゾッとする話とかで、うんうんうん、ちょ誰の話か、吉井さんですね、あそうだ吉井さんの話だ、そうそうそう、あのこの黒い人たち誰やん、誰やんみたい、そう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 、うんうん、なんか聞いたことあるよそういうのは、だし病院とかの話でも黒い人影みたいなのが、うんね、看護師さんが見るっつって、ね、あるね、とか患者さんが見たって言っててとか、うんうんうん、で次の日亡くなったとかあるもうありますもんね、うん、あ黒い人影どうなんですかね、これの場合は、うん、なんかちょっとあのさっきこの一個前のやつは、うん、なんか予兆自分で分かってあもうそろそろ自分長くないなって思ってじゃあ最後ぐらいは元気な姿見せようって思うパターンの人と、うん、それが分かってうわもう嫌だ死にたくないみたいな、うん、ちょっとマイナスな気持ちになる人とで別れそう、あ、うん、なるほどね、ナイーブな気持ちになってるからそういうものが見えちゃうというか、うんうんうん、みたいな感じなのかなってちょっと感じましたね、あでもさ、うん、それだとさ本人じゃん、うん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 、だけどさその看護師さんとかが見たりもするじゃん、ああそっか、そうですね、まあ、でもその例えばそういう人たち負のパワーに寄ってきたものみたいな感じなのかな、てかだからその今有名なお化けとかってなると白いワンピースのお化けだったりするじゃないですか、うん、それって例えばリングとかの擦り込みがある、うん、病院だとその患者さんが黒い影見たっていうのをいろんな人が言うから働いてる人たちも黒い影が出るっていう擦り込みがあるって本当は黒い影じゃないかもしれないっていう、おなるほど、けど黒く見える、うんっていう感じの説、うーん実際その黒影が いるとしてなんかこうお迎えに来てるみたいな、うん、死神的なね、死神、うん、的な、うん、なんかそういうそういうのもあるかもしれん、うん、でもまあ僕が聞いた話だと、まあ、何度も言ってますけど、うん、要は幽霊侵入生みたいな感じになるわけじゃないですか、死ぬと死ぬとね、うんうん、で幽霊っていうのは違う幽霊を取り込んでパワーアップをするっていう、うん、らしいんですよ、うん、その霊能者さんから聞いた話によると、うんうんうん、だからもう死にそうな人のところの周りにはめちゃくちゃいるらしいですよ、取り込もうとして取り込もうとして、あ怖、それを聞いたらなんかやだな、うん、狙ってる、だからその吉井さんのその周りにおる黒い人誰みたいなとかも、うんうんうん、まあちょっとあ確かになっていう、あそういうことね、はい、黒い人たちって、うん、大勢な感じですもんね、うん、そこで取り込まれちゃったら自分の意思はもうなんかなくなりそうじゃん、なくなりそうですよね、ねえ、だからなんか幽霊としてその人が出てきそうもないけどね、うん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 、取り込まれちゃったら、うんうん、なんかちょっとかわいそうっていうか、死んだらまた急になんか死んだらその幽霊としてちょっと満喫するというかさ、うんうん、第2の人生じゃないですけど、そうそうそう、うん、そういうイメージあるけど、そこでなんか急に取り込まれちゃったらなんか死んだのにまたなんか取り込まれちゃってみたいなさ、うんうん、なんかちょっとかわいそうだね、うん、本当にいきなりブラックアウトというか誰かの体の中に、うん、入っちゃうみたいなさ、うん、それやだな、確かに四十九日ぐらいまではちょっとね、うん、ちょっとなんか満喫したいよね、満喫させてよ、うんうん、
まあはい、その案内人かもしれないですけどね。まあ、悪いもんじゃなくて、取り込むっていうよりかは先輩みたいなね。そうそう、こうこうこっち行くと成仏できるぞ、水先案内人みたいなね。うん、はいはいはい、そっちの方がいいな。ありますね、それも。じゃあ続きまして、はい、影が薄くなる、自動ドアが反応しない、影が薄くなるって、あの普通に人の影とかじゃなくて、あの存在が薄れてくる。ああ、お前いたのみたいなってことね。そう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 、あやってく。学生時代のケイスケみたいな感じだね。俺そんな薄かったっすか。結構お騒がせキャラだったと思います。木村さん学生時代のケイスケ知ってんすか。逆に12個しただけ。小学校1年生の時に高校3年生とか。そうなるのかな、そういうことかな、多分そういうことですね。633だもんね、はい、まあそうだね。まあでも多分急にでしょうね、全部。うんうんうん、急にその存在感が、今まであった人とかが、ああそうかそうか、急になくなったりするんでしょうね。自動ドアが反応しない。俺一軒だけ、あの今よく千葉行ってたじゃないですか、はい、千葉のホットモットね、の自動ドアは、うん、他の人めちゃめちゃ反応するのに、うん、俺の時だけあのタッチなんですよ。あ、はい、もうあれが全然反応しないんですよ。うーん、タッチして自動ドア触っても、うんうんうん、であのボタン式の自動ドアあるじゃないですか。あ、うん、あれじゃなくて、その多分あ触れるだけで静電気的な、うんうん、わかんないですけど触れるだけで開くやつ、うん、あれが全然反応しないんですよ。うーん、だからなんかで それが豊橋にも一軒あって、俺、うん、パソコンショップなんですけど、はい、全然反応しなくて、ほう、でも他の人は余裕で反応するんですよ、うん、店員さんとか来ても普通に開くんですけど、だからなんかその自動ドアと相性悪いのかもしれないです。あ、その触れるタイプの、押すじゃなくて触れるタイプの、うん、あのさ触れるタイプってさ、うん、別にさそのドアになんかセンサーがついてるわけじゃないんですよね。その上にセンサーがあるんじゃないのかね、うん、その動物とかは通っても、うん、ちょっと反応しなくて、その、うん、本当にドアギリギリ、ガラス戸ギリギリのとこにそういうセンサーがついてて、うんうん、あ、確かにどっちなんだろうね、うん、それで反応してんじゃないのかなって思ってたけど、うん、でも開かないっす。開かない、こんなに大きいのに。そうだよね。なんかさちょっと潔癖っぽいとこあるじゃん、ちょっと、はい、だもんね、さその扉にちょっと触りたくないなみたいな感じでちょっと離してるみたいな。あー、いやー多分結構触っちゃいますけどね、触っちゃう、そういうところは。そうか、はい、じゃあその千葉のホットモットか、うん、こっちのパソコンショップの近くでなくなるって感じですね、多分。あ、そうだね、そうだね。ホットモットの方がいいな。ご飯いっぱいあるで。食いしん坊。もうなんかそこね、ダメなんですよね、なんか開かない。困ったことがあります。何回も恥ずかしい思いしたことがあります。でちょっとそういう時言いますよね。あれなんかとか言って照れ隠しで。いや俺結構無言だよ。無言で恥ずかしいな恥ずかしいなと思って焦っとる。そうすると店員さんが中から開けてくれるとかそういう感じ？なんか 4,5 回やると開くっていう感じなんですよ。うん、ああ。不思議だね。でも他の人は一発なんですよ。へえ。恥ずかしいあれは。それも白い予兆かもしれない。かもしれない。じゃあそういうことがあったらちょっと事故とかに気をつけてた方がいいかもしれないよ。確かに、うん、そうですね、その時はちょっと注意して、うん、注意ですね、うん、皆さんも今回紹介する行動全てに当てはまりますよね。あ、そうそう、それをしたら、そうそう、何かあるかもしれない、あるかもしれないからちょっと気を引き締めていかんと、うんうん、あのね、ちなみに存在感が薄くなってくっていうのもありますし、うん、雰囲気が違ってるっていうのも結構あるみたいですよ。ああ、なるほど。雰囲気が違うから気づかなかったみたいな。ああ、うん、そういうことか。いつものその人の感じじゃないってことか。じゃないっていう。なんだろうね。もうその人の人格としてのその魂というか、ソウルみたいなものがちょっとこう半分抜け出ちゃってて、その人をこうたらしめる雰囲気を出してないっていうことなのかな。で存在もちょっと薄くなるし。薄くなってみたいな。ということはちょっと自動ドアは判定器になりやすいっていう、判定器、ああ判定、それを判定する道具になるってことか、ね、なりうるんで、コンビニに行ってみてください皆さん、自動ドアの、うん、で確かめるっていう、確かめよう、自分の
なんか人間があの人なんか影が薄いとか雰囲気が違ってって感じるのってその空気感だったりとかさ、うんうん、なんか人間だからこそ分かるみたいなところな気がするけど、うん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 、それと自動ドアってどっちかというと物理っぽいじゃん。そうですね、うん、なんかそこが一緒っていうのがなんか、まあ、物体を感知して開けるもんですからね。ねえ、それなんか不思議だなって気するけどね、うん、なんだろうそこ、うん、なんか結構この友達周りでちょっとドジな子みたいなキャラクターの子が、うん、いつも自動ドア、うん、一発で反応せんみたいな子はいますけどね、うん、予兆です、うん、ずっと予兆です。じゃあ続きまして、はい、親族や友人に無性に会いたくなる。お、これさっきケイスケが、お、僕とケイスケが言ってた言ってたやつですね。本当だ。まあ、具体例として、うん、突然実家に帰りたくなる。お、うん、疎遠になっていた親族や友人にやたらと会いに行きたくなる。うん、うん、まあ、お世話になった人にあと連絡をしたりとか、あ、急に連絡をしたりとか、うん、あとね、子供の頃の情景ばかりを夢に見るようになるっていうのもこれに付随してあるっぽいですね。子供の頃の、うん、なんだろう、それはなんかこれもなんかその亡くなり方によって捉え方って結構変わってくるんですよ ね、変わってくる、うん、でもなんか一番ありそうというか、うんうんうん、うん、連絡しとかんといかんなって思ったこともあるっすね。まあそうなんだ、はい、へえ。で実際に連絡したんですよ、そのお世話になってた DJ の先輩で、はい、でもう全然会ってなくて、2年ぐらいかな会ってなくて、うん、でふと思い立って電話して、はい、電話したで、まあなんか普通に喋って切って、うん、その後違う先輩に、うん、違う DJ の先輩にその先輩から連絡があって、はい、あいつ死ぬかもしれんもんでちょっと注意しとってみたいな連絡が入ったらしいです。それを共に言ってきたの、はい、あそうなんだ、うん、ちょっとびっくりした。あそうか、そういう風になるんだと思ってそれともくんちょっとうつ病みたいになってた時あるじゃないですか。いや全然だったクラブの時だもんね。あそれ全然前か。なんかね、なんか連絡しんといかんなと思ったんですよね。別になんかその時仲良かったっていうか、まあ全然会ってなかったんで、うんうん、一番取り憑かれてた時期ってことですよね、うん、それぐらいの時、まあ、でもそうか、うん、だから本当になんか霊が見えるようになるかもしれんよみたいなこと言われてた時期だよね。だからガチでそれ式だったかもしれないですよ、うん、だからね、なんか、うん、なんかどうにかしてそれを乗り越えて、うんうん、そうならなかったけどってことね、うん、それこそ今の先輩別から言われたから、うん、あそういう風に思われちゃうんだってなって切り替えたみたいな。ああいいねいいね、うんうん、あなるほど、ね、いや恩人だ、恩人です、恩人ですね、うんうん、あのまま言っとったら多分死んどったかもしれないです、うん、予兆出てたね、うんうんうん、でもその時確かにその DJ の先輩だけじゃなくて、はあ、他にもなんか何人かその会ってない人に連絡してた気がする。そうなんだ、うん、全然死ぬ気なんてなかったですよ、でも自分では。それは、ね、それは事故だ、事故、うん、事故の場合、あ事故の場合、うん、じゃあ未来がちょっと見えていたっていう、見えてた、うん、でその先輩の友達からの指摘により、うん、免れた、うんうん、そうか、命拾い、うん、これちょっとなんていうんですか、怖い話みたいなので話せそうな話ですね。ちょっともうちょっとね消化させてる、うんね、本当だ本当だ本当だね、死ぬ人の行動がみたいなとことも入れて、うん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 、あいいね、うん、僕の知り合いの T さんが一人しかいねえなって思いますけどで DJ の先輩がって言ったら DJ? 言ってくれればね、それで怖い話に、じゃあぜひぜひ知り合いの T さんが、うんうん、めちゃめちゃ持ってくで幽霊とか出すだよじゃあどういう話になるんですか、幽霊が出る、うん、幽霊にあいつは取り憑かれとって、うん、その先輩の言葉で、うん、払われたらしいよみたいな、うん、あそういうことかっていうの、あの知り合いの霊能力者さんが、うん、後ほどそれを見てて、うんうんうん、こういうことなかったみたいな、うんうんうん、って言ったっていう嘘の話ですうそやんっつって終わり、はい、うん、まあまあまあこれ、まあ、よく聞く、これもその黒い影と合わせてこの連絡が来るっていうのもよく聞くっすよね。うん、ないっすか、ちなみに木村さんは。
突然電話かかってきた？ないな、うんうん、これからかもしれないですね、うん、これからあるかもしれないね、うん、昔 の, その高校時代の友達がとか、うん、仲良かったけど今は疎遠でみたいな人が急に。そうですね、ちょうどもう40超えてってなってきたら、ね、病気とかもあって、うん、亡くなる方も増えてくるじゃないですか、うんうん、増えてきますね、うん、木村さんが連絡したり、ね、いきなり、うん、いきなりすげえ順調なのに気をつけてくださいよ。いいかな、うん、うん、ちょっとそうだね、そう、連絡したくなったらとりあえず二人に言うわ。あ、そうですね、今ちょっと連絡したい、うん、予兆がそう俺ちょっと今予兆来とるけど、そう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 前兆が、前兆演出が来てるもんでもうすぐ大当たりするもんでさなんでいい方なんですか設定が気になるまあまあ、じゃあそしたらね、俺らも普段は疎遠ですけど霊能者の人にちょっと一回連絡して、まあそうそうだね、ちょっとうちのメンバーがって、そう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 、なんか連絡したがってるんだけどみたいなさ、はい、ちょっと聞いてみてください、はい、うん、あ、生配信でね、その模様をちょっとね、 いいね、お伝えします、うん、はい、じゃあ続きまして、はい、他人には見えないお客さんが訪ねてくる。ああ、なんかそれもなんか怖い話というか、うん、病院の話とかで、うんうん、あるよね、ありますね、うん、なんか隣でずっと一人なのにずっと隣のおばあちゃんが誰かと話してるみたいなさ、うんうんうん、あるある、で次の日亡くなってみたいなさ、うん、そういう怖い話聞いたことあるもんね。ありますね、うん、これってじゃあ例えばその話してるとかもあるんですけど、まあ、有名な話だったら、うん、僕飲食店でやってるじゃないですか、うん、その時に作業しながら、あ、人来たかもと思ってパッて反応して扉見るけど誰もいないみたいな時、うん、あるじゃないですか。あら、あれ実は、うん、そのちょっと気づいちゃって見えてはないけど、うん、自分たちにしか気づけない人が来てるみたいな風に捉えたら、うん、予兆なのって思いません？なんか、あー、そっか、うん、そうだね、そっち気張ってて、まあでも周りは、周りも気にしてないのに自分だけなんかえみたいな、みたいな、なった時とか、これ予兆って思っちゃいそう。その周りに見えない客人、客、うんうん、見える、感じるみたいな、感じる、うんうんうん、まあでもその時は実際にそういうなんか 霊みたいのが来てる時かもしれないね。あ、なんかこの話、ね、今のさ話だと結構なんかがっつり話してるみたいな、うん、なんか表現じゃなかったっけ、うんうんうん、ちょっと例題出すと、はい、めちゃめちゃ有名人なんですけど、ほう、国語学者、詩人でもある、うん、国語学者でもある折口忍さん、もう、はい、は死ぬ間際の病床で自宅にいた弟子に対して、お客さんがいらしてるのに何をしている、早くお茶を出さないかって叱りつけたらしいです。へえ、まあ、結構はっきり見えてます ね、 ね、うん、弟子が戸惑っていると目の前の何もないところを見つめて、うん、ほらそこにお二人カバンを持って座ってらっしゃるじゃろうか、じゃろうと言ったと。へえ、カバンを持った人がね見えてたらしいです、うん。おー、なんかその死が近いから、うん、そういう幽霊との波長があって、うん、見えるようになるみたいな感じなんですかね、その瞬間だけ、ね、いいね、それいいよね、あ、ちなみにね、先に他界した旦那や妻が迎えに来たっていうパターンもある。うん、あと昔飼ってた犬が部屋に来ている、おー、うん、知らない子供が遊びに来ている、子供パターンもよく聞きますよね。へえ、窓の外で子供の声が聞こえてね、うんうん、夜中、うん、でうるさいって注意しようと思って開けると誰もいないみたいな、うん、あ、でもそれほんとさっき木村さんも言ったように普通の心霊現象か、うん、その予兆なのか、うん、ちょっと判断しにくいですね、うん、ね、うん、そうそうなんだよね、がっつり話しちゃったりすると、うん、でもその波長がってのありそう、すげえ、うんうんで見えちゃう、片足あの上に突っ込んでるから見やすくなる、うんうんうん、だから普段見えない人が見えるようになる、うん、ありそう、ありそうですね、うん、あと2つです、はい、はい、いきますね、はい、はい、二重に見える、ぼやけて見える、うん、どっちがどっちが、その死ぬ人たちが二重に見える、ああ、そういうこと、顔がうまくなんかぼやけて見えたりとか、ああ、うん、まぶいってことだよね。ああですね。そういうことか。そういうことだよね。うん、抜けかけてるみたいな。抜けてるみたいな。うんうんうん。
それ見る方にそういうなんか霊的な力が、うんうんうん、霊感みたいなのがなくても、うん、そう見えるっていうことだよね多分。そうですね、うん、これある登山家がインタビューで語っていた話です。その人は山小屋の管理人や遭難救助の仕事を数十年やっていた人で、うんうん、山岳事故で死ぬ人は顔が二重に見えるのだそうです、うん、そういう人には登るのを中止するよう忠告するのですが、うんうん、なぜか絶対に登ってしまい、うん、そして結局亡くなってしまう。だからそれはなんかさ、自分の魂がちょっと抜けてるっていうよりは、うん、何かに取り憑かれてるみたいな、みたいなちょっとニュアンス的にはね、うん、絶対登りたいっていう、ね、思っちゃうっていう、うんうん、あとねこんな例題も。小学生の頃担任の顔だけがぼやけて見えないという子がいた、うん、その時は冷やかし半分で聞いてたけど、卒業したすぐ後にその担任の方が亡くなってしまったと、うんはい、ちょっと時間経ってる、ね、そうそうなんですよ、うんうんね、だから予兆って何っていう、そうだねところになってくるんですよ、ね、もう、うん、いつからっていう年々そうだよね、うん、なんか例えば僕は目視力悪いんで、うん、コンタクトつけてるじゃないですか、うん、で普段ちゃんと見えてるのに、例えばコンタクトがずれたのかなみたいな感じでぼやけてて、うん、あって直したりする、うん、けどなんかうまく治らない、あ調子悪い目薬みたいなの、うん、でああ大丈夫になったみたいな時あるんですけど、うんうん、それもコンタクトがずれたって思ってるだけで、うん、実はブレて見えてるみたいな時もあるかもしれないですよね。ああ、そうだね、うん、あるかもしれない。だからもしかしたらその人があれじゃないの、人がそう見えるだけで周りの景色とか背景っていうか、うんうんうん、部屋の中とかは、うん、二重には見えないんじゃない。あそう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 、ね、そうか、そうなった時人だけかどうかを確認すれば、そうそうそう、人だけかどうか確認すれば、うん、あひょっとしてって、うんまあ、思えるかもしれないです、うんうんうん、そう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 、まぶいなのか何かが取り付いてるのか、うん、ちょっと分かんないですけど、うん、どっちもありそう、どっちもありそう、うん、取り付いて殺しちゃうみたいな時もあれば、うん、抜けちゃう、自分の魂がちょっと半分抜けてる、うんうん、ちなみにね今ね引用しているサイトのね管理人さんのおじいさんの例だと、はい、第二次世界大戦中に飛行機の整備をしてたんですって、うん、そのおじいさんは、うん、で兵隊さんを見送る時に、はい、帰ってこれない人はなぜかなんとなく分かる。それは要するにブレてたってことだな。ブレてたみたいな感じなんじゃないですかね。なんかこの全部それをしたからっていうのか分かんないですけど、まあ、全部後付けだもんね。うん、死んでからあこの人はあれしとったな、そうだね、ことだから。確かにそうだ。全部後付けだわ。うん、本当だ。だから残された者たちが言ってることなんで、本人は言ってないんで、うんうんうん、そうだね、なかなかね、だから僕たちは今これをやったんで、うん、木村さんがその電話かかってきたりとか、うん、電話してたのを報告するって言った通り、僕たちもなんかそういうことをしたら、ここにあるようなことをしたら報告しましょう、うん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 、そうだね、それで防げるかもしれないもんね、うん、で死んだらあ本当だったんだねってなるし、なるなるなる、まあ、でもこれ後で死んじゃってるからそれが予兆だったんじゃないかって思ってるだけで、うん、俺言っちゃえば今のところほとんど当てはまるんですよ。本当だ、はい、本当だね。だから予兆なんですよ担任の、さっきの担任の例もありますからね期間はどれくらいとは書いてないですから分かんないですからね、はい、じゃなんかちょっとタイムマシンと一緒なようなもんで、ほう、まあ占いとか、うん、なんていうのかな、例えばじゃあ木村さんがこの帰りに事故ります、どこどこの交差点で帰り事故りますよって言ったとしたら、うん、そこの交差点を避けたら、はい、事故が回避されるわけじゃないですか。そうだね。だからそれが本当に事故ってたのかどうかも立証できないから、できない。だからそれと似たようなもんで、これがしたからといって、うん、死なんかった、死にました、うん、だからそれが証明ですみたいなのできないですからね、うんうん、まあ、なかなか難しいですよ ね。なんかよくともくんと2人で話すときに話題に出る4時44分を見ると、うん、なんか俺よく見るんだよねみたいな人は、うん、別に他の時間もちゃんと見とるけど、それが印象的だからよく見てるって残っちゃってるだけみたいな感じで、うん、はいはいはい、なくなっちゃったからあれがそうだったって言われてるだけで、うん、普段全部みんなやってんじゃないのかなって思います。うん、そうだ。でもそのケースケが自分でね、ほとんどそれやってますよっていうのからすると、そういう考え方は間違いじゃないよね。確かに。ちょっとこれをじゃあ皆さんね聞いてる時からちょっと意識してもらって、うん、1週間ぐらい、うん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 、で
やってるなって思う人が多ければ、うん、コメント欄とかで報告してもらって、うんうん、多ければ全部やっとるわっていうことですよ。うん、まあそうだよね。でもう一個あるんですよね。うん、あもう一個あるよね。はい。うん、すみません、一個残したまま。まとめっぽい感じになっちゃって。そう、順番間違えたなと思った。ねね、これどうせ編集で入れ替えとく。まとめ終わった後のテンションになっちゃう。もう一回あの同じことで言えば。最後の一個です。うん、はい。悪臭がする。はあ、まあ刺繍というか、うんうん、匂いで分かると言われています、病気で亡くなる人は、うん、錆びた鉄とニンニクを混ぜたような強烈な匂いがするのだそうです、なんか血と血生臭い匂いっていう感じなんですかね、錆びた鉄っていうのは、うん、そうだね、確かに、うん、ちょっと生臭いというかね、うん、で霊感の強い人だと、うん、お線香の香りがするって、全然違うよね、そう、そうなんですね、血生臭い匂いと、うん、錆びた鉄とニンニクとは全然違うお線香の香りがする、まあ、錆びた鉄とニンニクを混ぜたことがないんで、あ確かにそうだね、どういう匂いかっていうのがちょっと分かりにくいんですけど、本当だ、うーん、なんかこれはちょっと刺繍って分かんなくないですか、うん、僕たちは分かんない、うん、そうだね、分かんない、僕おばあちゃん亡くなった時、亡くなる直前もいたし、うんうん、父親見とる時もいたんですけど、うん、刺繍って感じなかったっすもん、ああ、うん、そうかそうか、犬は感じたことあるけど、ね、あそうなんだ、そう、犬は結構出る、人間にも感じれるぐらい出る気がする、へえ、感じたことないっすね、あそうたくさん飼ってたもんね、うん、過去にたくさん飼ってたもんね、も感じたことはないないですね、うん、でもやっぱそういう仕事してる人、ただ送り人だったりとか、はいはいはい、の人たちはなんか分かるって言いますもんね、そうなの、うん、だあのだってもうそういう方はさもう死んでるじゃない、じゃなくてっていうのに携わってるからなのか、その匂いを分かって、なんかあの人なんか嫌な感じするみたいな人、だいたいなんかこの若くて、うん、こういう理由で亡くなる人の特徴はこれがあるとかをなんか長くやってるとなんとなく分かってくるらしくて、はいはいはい、それの症状が出てるから、あの人もうすぐ亡くなるかもしれんなって思ったりするんですって、うん、で実際どうなのそれで、実際現場が違ったりするんで、あその人が亡くなったかどうかも分かんないけど、まあ、なるほどなるほど、一致する人はいるみたいな、えちょっとそれ詳しく聞きたいですね、またそうだね、せっかくこれやったんで生の声を、うんうんうん、あの実際僕の彼女のお母さんが看護師さんで、はい、あので週末系のホスピスみたいなとこね、みたいなところで働いてた時は、うん、めちゃくちゃ分かったって言いますからね、やっぱ刺繍が働いてる人、でもそれがそのそれに書いてあったみたいな、うん、なんか錆びた鉄とニンニクの匂いっていうわけ、なんかね臭い匂いがするって言ってました、まあそうだよ、うん、そこをちょっと具体的にちょっと聞いてみたいね、うんうん、ちょっと聞きづらいけどさ、聞いときます、それだいたいその匂いがすると、うん、その日か次の日かっていう感じでした、めちゃめちゃ元気でも、そうなんだ、分かるって言ってましたね、まあまあホスピスに入ってるっていう時点でっていうのはあるけどね、もうねろうそくはすげえ小さいですから、うん、はい、はあ、なんかこれは自分も体験 したことない感じですね、その匂いっていうのは、でもそれって実際本当にしてるのか、そうそう、そのなんか脳内にそれをなんかこうそういう匂いを出せって脳内に訴えかけて、実際はしてないけどそういう匂いがするみたいに感じるのか、どっちなのかってのはあるね、結構霊感の話の中でも、はい、見える人、はい、聞こえる人、ああ匂いの人っていう、はいはい、五感全部でね、うんうんうん、あと肌で感じる人とかみたいなのがあるんで、うん、その中の一種なんじゃないですかね、実際は匂ってなくて、その感覚の一つとして、うん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 、あこの人の式が近いって分かると、うん、匂いで感じるみたいな、霊臭みたいなっていうもんね、うんうんうん、実際はしてない、うん、うーん、あんのかもしれないね、じゃないのかなってちょっと思うっすね、まあ、ちなみにそのお母さんなんですけど、はい、黒い影もバンバン見るっていう、あそうなんだ、あそうなんだ、要するにそのそれを見るとナースステーション飛び越えてきたことがあるって言ってました、飛び越える、黒い影が走ってきて、黒い影なんですけど、はあ、走ってきてナースステーションを飛び越えてきたことがあるって、中に入ってきたことがあるって、怖っ、で窓からファーンって出てったっつって、
はあ、ナースステーション経由しただけなんですか。そうそうそう。でも怖いなと思って、それ走ってくるっていうのは怖い。その描写めっちゃ怖いですね。あと鏡に映るって言ってた、よくその影が、うん、それはシッキーに関係あるってこと？どういうこと？なんかその、うん、その僕が聞いた話だと、はい、そのベッドを使う人は必ず覗いてくるって言うんですって。赤い女の人、赤い服を着た女の人、めちゃくちゃ怖いじゃん、めっちゃ怖い、覗いてくるって言うんですって。上からですよ、しかも。ああ、あのカーテンの上から、上から怖い怖い、うん、でそれが3人ぐらい続いてたんですって。でもそのベッドなんですって絶対に、うん、でその見回りをしとるときに、はい、そのトイレって空いてるじゃないですか、うん、あのトイレがあってその階に、はい、でトイレが空いてて、はい、中の通り過ぎても中の鏡は見えたりするじゃないですか、うんうんうん、その時に反射してるところに、廊下が反射してるんですけど鏡に、うんうん、そこに映ってたっていう、赤い、その赤い服の人が、だから徘徊してるらしいです。怖い。まあ、それがどう赤い服たまたま同じかもんで分からんすけど、どうか徘徊してるのかどうかは、でもその徘徊してるって言ってましたね。まあ、でも覗くのはそのベッドだけなのかね。そのベッドだけっつってましたよ。まあ、そのベッドから自分がそこにいたのかな。そのベッドので、使うベッドに使う患者さんからそういう苦情が多いっつって。覗いてるって言って、ナースコールが良くなるって。同じ人ってのが怖いわ。うん、だからなんか死神、まあそれがね本当かどうか分からんすけど、うん、死神的なもんもあるのかなっていう、うん、亡くなるらしいんだよそこのベッドの人やっぱり。あ、そう、その死神の相場って結構黒いマントみたいな、ね、骸骨でみたいな、釜持ってみたいな印象あるっすけど、うんうんうん、赤い服の女性、赤い服の女性って言ってました。絶対言ってくるんですって。そのベッドって毎回その場所にあるわけじゃなくて移動はするんですか。いや、毎回そのベッド、あ、じゃあその同じ場所かもしれないね。だったら徘徊する意味が分かんない。分かる分かる、うん、それ分かる、うん、でもそうらしいっすよ。なんかそうやってナースコールをしてきた人が次の日に亡くなるとかさ、うん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 、だったらなんかね徘徊してる感じはするけどさ、うんうんうん、そのベッドでっていう、そう固定ですからね場所、うん、そこはちょっと不思議だけど、だからそこを通ってその病室まで行って、うん、みたいなコースがあるのかもしれないですね。あ、うん、あ、そ の, あの鏡に映っちゃったっていう廊下のね、うんうん、あ、それをたまたま見ちゃったっていう、見ちゃったっていう。あ、でも偶然の一致ってことないだろうね、その人だろうね、うんうん、だと思いますよ、覗いてる人もね、うん、まあ、そういうことがあったっていう話も聞きましたね。まあ、ちょっと詳しく聞いておきますね、それも。聞いておきます。怖い、死んできたらね、ま、いや普通にだって今でも怖いですよ。怖いよ、うん、今でも怖い。じゃあもっと持ってやっぱり、うん、その辺の種明かし放送でしちゃうんですね。ケースケのレパートリーが、あ、ここ持ったなってのがもうバレるっていう。で、ちなみに補足というか追加情報というか、はい、あれなんですけど、全く根拠はないですよ、うん、根拠は書いてないですけど、うん、今回言った右手鏡と影が薄くなる、はい、存在感が薄くなるについては、うん、自殺願望が強い人にこの特徴が多く見られると。へー、あ、でもなんか分かる気がする。なんかその気持ちが落ちてるからその行動を取っちゃってる感の方がなんかしっくりくるなと、うん、あと部屋大掃除みたいなのとかも、うん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 、そっちの方が強いのかなってちょっと思ってました、うん、そうだね、うん、なんか事故で明日亡くなっちゃうからとかじゃなくて、うんうんうん、もう明日もう旅立つぞみたいな、うん、っていうモードに入るときにこう手見てるみたいなのとか、うん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 、ちなみに僕のお友達がその亡くなった時は、はい、もう二十歳ちょっと前ぐらいの時ですけど、19ぐらい、若いじゃん、の時なんですけど、その日の夕方ぐらいだったかな、仕事終わっただけどさって言って、うん、その1年前ぐらいにめちゃめちゃ毎日遊んでたんですよ、はい、でパッタリ遊ばんくなって、そいつが就職したんで、うん、パッタリ遊ばんくなって、で今日何やっとるみたいなのが1年ぶりぐらいに電話かかってきて、うんうん、で、違う友達と満喫にいたんで、うん、満喫おるよみたいな、うん、と言ったら、あ、そうか、じゃあいいわって言って、うん、言ってて、うん、で、その満喫の帰りに、まあ、後々分かるんですけど、そこは事故現場だったんですけど、そいつのバイクが置いてあったんですよ、お、俺は、で、うわ、あいつのバイク似とるやって思いながらそこを通ってて、そしたらその夜中に亡くなったって言って連絡が来て、うわ、なんかいろいろつながるっていうか、へえ、そのバイクは
倒れてたとかじゃなくて、あのね、ガードレールにね立てかけた、立てかけてあった。でそこよく死ぬところなんですよ人が。あの豊橋では有名な。あ、そうなんだ、ね。はい、じゃあその時にと連絡があって、トモのとこに、はい、トモと遊んどったら、うん、そんなことならなかった可能性もあるかもしんないですよね。で、うん、その時が それもなんかたまたまなんですけど、その子はあの夜バレエやってて、ママさんバレエみたいな、うん、やってて、それをその日もそれだったんですけど、うん、なんか仕事終わってから寝ちゃって、うん、結局行かんくて、はい、で俺に電話して、うん、で断られた。でジム、体鍛える、はい、ジムに行こうとして事故しちゃったんですよ。だからなんか外出たかったんだなっていう。どうしても。本当だ本当だ本当だね。うん、家におるっていうことはできなかったのかなっていう。ああ、そうか、うん、だからそういう人の運命は絶対なのかなっていうのも。なるほど。どんなに回避してもあらかじめ決められてる説、ちょっと感じましたね。あ、シュタインズゲートとかだと絶対死にますもんね、マヨシ。どんだけタイムリープしても、うん、うん。それちょっとサブちゃんで詳しくそうそう、ちょっと見てないもんで、すいません、全乗っかれず当たり前みたいな感じで喋っちゃって、ね、共通言語みたいな感じでシュタインズゲートの話されても見てない人もいるんでそうですね、うん、すいません、人のこと考えれなかったって予兆が出とるもんねでも最後だけ当てはまってないんで9分と8なんで僕ケスケ、はい、言ってないだけだよ。するよ。え刺繍っすか悪臭するよ嫌じゃない、めっちゃ嫌だ。してないけど、そうだな、本人が分かるのかね、それってよく考えたらさ、自分の刺繍、うん、そうそう、自分の刺繍みたいな、分からん、脇がみたいなもんで、はあ、本人は分かんないのかな、その匂いとずっと付き合っとるもんで、うん、みたいな。あ、でもそっか、死ぬ予兆でするんですよね。そうそうだよ。あ、どうなんすかね。ね、うん、周りかって感じですもんね、その刺繍に関しては。そう、うん、どうなんだろう、自分でも分かるんじゃないですかね、そうしたら分かるのかな、だから今日臭いぞみたいな、臭いぞみたいな、うん、だから最後だけ本当にまだ当てはまってないですけどね、うん、じゃあなんかちょっと匂いしたら言うわあの分からんよ、線香とかの匂いするかもしれないし、あ、その悪臭じゃなくて、うんうん、カレー的な匂いもあるかもしれないじゃないですか、まあ、確かにあの臭くなったら言ってほしい願望はあるんですけど、うん、この感じだと死ぬぞっていう感じで言ってくるじゃないですかそれはちょっと嫌なんですよねどんな匂いでも刺繍だとか言われるのはちょっとでもさ、ケイスケさんか今日お葬式とかだったとか言われたらちょっとあれじゃないああ、ね、そうかそうか、ちょっと遠回しにめちゃオブラートに包むけど、うん、なんかやそれはそれで嫌ですねでも僕よくお香炊いてるんで、いろんな、うん、あ、うん、あ、今日のお香ちょっと臭かったのかなって感じるぐらいかな。あ、うん、まあ、じゃあお香っていうことにしとこう匂いますね、うん、なかなかでも今のは綺麗だったとステールスっぽかったでしょ。ステールスっぽかった、うん、ね、ケイスケの匂いのアスネがなかったら時間かったかもしれない、ね、でもうまいなと思いました、匂いますね。ねえ、うま、ん、かったよね、はい、ありがとうございます、うん、すいません、レーダーに反応しちゃったストレスのはずだったら、ね、時が止まるんだよな一瞬一回これの考察みたいな感じになりましたね解説考察とねということで、うん、まあ、紹介してきましたけど、皆さん当てはまるものはあったでしょうか。まあ、そうだね。てかその、まあ、うん、自分じゃなくても、うん、その周りの人が、うん、あ、こういう行動しとったみたいなのあったらちょっとコメント、ね、それを感じた、この放送を聞いたらさ、うん、もし今言ったのをさ感じたらさ、その人に言ってあげようよ。それによってさ回避できるかもしれない。うんね、うん、なんかお前の周り黒いやついるよみたいな。でこれ放送聞いてみって言って。あ、そうそうそう。言われる、ね。うん、あ、そう、本当はね、うん。それでじゃあ。あの再生回数が上がる。そう結局このチャンネルのことしか考えてないんででもそれで気をつけてちょっと回避できる部分もあるかもしれないから。9番は言いにくいな確かに。うん、そうですね、臭いぞって、うん、この放送の中のどれが当てはまっとるとは言わんけどっつってああ、この中のどれかな、どれかだねって感じとるでって、うん、だってちょっと部屋干し臭いぐらいでも言えないですからね、匂いのことって、うん、言えない言えない、うん、だって衣替えの時期とかタンスの
防虫剤の匂いとかして、ああ授業参観の日とかね、言えない言えない、うん、あれで満員電車最悪だよね。やだね、それやだな。だからちょっとそこだけ言いづらいかもしれないですけど、そうだね、うん、他のやつはちょっとね、うん、なるべく言ってあげればなんとか回避できるかもしれない、うんうん、とかそういう感じたことあるとかいうのをまたコメントで書いてくれたらいいなって。うん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 、私もこれ感じたことあります。うん、うん、なんかそれをこれが死のサインらしいよとかじゃなくて、うん、それを感じた人に寄り添ってあげるみたいな方がいいのかもしれないですね。なんかあった最近みたいな。ああそうだねそうだね、うん、素晴らしいね。なんか嫌なこと素晴らしいとしたらそれで打ち明けてくれるかもしれないし、うんうんうん、確かにそれだ。俺だって今すごい匂いどうやって伝えようかなってずっと考えてたけど、はい、確かにそうやって寄り添った方がいいね。うん、なんかオイニーが追記ですよみたいなオブラートもう限界オブラートそれなんですよ俺、あの、ね、刃物持って近づいてるその段階だと召集力を送るからですかそれしかないですからビーズが吸収してくれるからって、ね、霊的なものもね本当、うん、寄り添ってあげるのいいね、うんうん、それ素晴らしい、素晴らしいよね、うん、ベストアンサーだね、ベストアンサーですね。本当出た、はい、出ました、ね、出ました。ちょうど終われる、ね、はい、ということでじゃあ終わりますか。はい、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。